グレンダイザーのマリア、フリードさん、ユーデリファインされてファンの期待を裏切らない現代アニメ風の美少女に生まれ変わるに対するネットの反応を紹介します。ゲスト発表、デューク、フリード、ユリノミユ、カブトコウジ、シモノヒロ、ユミサヤカ、上坂すみれ、マキヨウヒカル、遠山奈緒、グレイス、マリア、フリード、田中みなみ、テロンナ、アクア、ベガ、ルビーナ、ベリル、ベガ、戸松遥か。マリア、わかってんじゃねえか、でもアスカっぽくね。バカフリードがダイザーに乗らないんなら私が乗るわ、って言うんですね。女キャラのデザインが今風でいいんじゃね。長い号の絵がいいって人にはダメだろうけど。この子めっちゃ強かったんでグレートに乗せて最前線だった。ユミサヤカ、リサの中の人が巡り巡って母親の声やるんか。上坂すみれはサヤカさんの娘役やったばかりじゃん。って思ったけどあれも5年前か。しこり手が高い、つうかサヤカさん出るのか。普通に可愛い、なんか悔しい。ヒカルさんのキャラでさ、まあアレンジ入るのはしょうがないか。うまく今風にして可愛いじゃん。並べてみると意外と髪型のイメージは残してる。テロンナってことは宇宙円盤大戦争の要素も拾うのか。合体ガーがパワーアップアイテムになりそう。さすがデュークだ、しょっぱなから女男の層が出てる。大輔さんの見た目だけは本当になれねえ。女キャラは可愛くて良いね。コウジは森久保で行くんかと思ったらまた帰るんか。ややこしいなぁ、森久保翔太郎が石丸ひろやから引き継いだ形じゃないのか。石丸が引き継いだのは赤羽や。いろんなしがらみがあるんだろうが、コウジくんの声の人ってなかなか安定しないな。コウジくんは石丸さんじゃなきゃダメなの、時代が長すぎた反動や。ゲッターの龍馬は石川秀夫さんで定着したみたいだけど。全員ポプコ。マジンガー乗るのかい乗らないのかい。このコウジくんは乗らなそう。まあ元のコウジくんも乗らなかったんだが。PV にはさりげなく混ざってたが、果てさて。マジンガーがダブルスペイザーの役割も兼任していて、グレンダイザーと合体しても驚かないよ。入りの年物だと元とは全く違う方向性だよね。少年ボイスって感じ。下野さん気に入ったんか、福田監督。種自由に続いてだから。比較的知名度高めで若年層に人気高い強みもあるしね。俺はブラッキーの中の人が気になるな。このキャラデザなら正直ヒカルさんが一番好き。というかヒカルさんって感じじゃないな。ヒカルはさやかとの差別化でこのデザインになった感。まあ元のアニメからしてマリアに人気で負けてたから、これはこれであり。逆にマリアは9からあまりいじってないあたりはわかってる。ヒカルさんは負けヒロインの元祖？ヒロインかというとちょっと疑問が出る人。大輔さんやデュークフリードと絡みの出る女性はどちらかというとゲストキャラになる。ダンベイの娘さんといった方がどうしてもいい立ち位置。ボス出てくんのかしら。グレンダイザーのボスってゲストもゲストだから、今作で出てこなくてもまあなポジションではある。ボスとボロットは出すならオリジナルそのままなデザインにしてほしい。スペイザーが本家よりでかいな。おもちゃ出すにはしんどいサイズだ。超合金が発売されても出資者本人しか買えないような高額おもちゃになりそう。スペイザーはトランスフォームして強化外装になるのやってほしかった。で、バンナムは何かアクション起こすつもりなの？超合金とかプラモデルとかスタロボとか。とりあえずバンダイから問いの出展はされてる。なよっちい見た目だけど実はムキムキ系なのか。ごつくはないけどしっかり筋肉はある感じ。イラストがイラストだからやたら細く感じた部分はある。彼らはどうデザインし直すのか。この辺は見てからのお楽しみかの。今までのリブートでも敵キャラのデザインに不満があるってのは少ないし心配するものでもないと思うが。マリアは本編作画ですらこんな顔しててびっくりする。美しい。スパクロのマリア。グレンダイザーってさやかさん出てくるんやな。コウジくんだけかと思ってたわ。出てこないけど数ある漫画版の中にはさやかが出るものもある。さやか出るんか、何のためにとしか言いようがないが。石油王ダイナミック美少女は全員出せ。さやかさん出てくるって真面目に桜田班やる気なんじゃねえの。マリアの可愛さがキュートシーンでほとんど変わらないのに驚く。さやかのガイナ感がすごい。さやかさんが何か地雷草するんですけど。さやかさんは元からやべえ人だろ。同い年に見える。なんならコウジの方が年上に見える。しかし1975年の20歳と2024年の20歳でこんなに違うもんかね。通過今作の大輔さんが20歳に見えないせいなのはある。ただし旧作の大輔さんが20歳に見えるかというと、うん。やっぱり大輔さんは繊細なところもあるけど、頼れる大人の男であってほしい。いつの間にかコウジ君や大輔さんより年上になってしまった。メインアニメーターに天音里弘の名前あるのは個人的に結構期待しちゃう。個人的にメインメーターに橋本隆さんと天音里弘さんいるから割と安心。アニメシリーズに慣れてない会社だからそこら辺不安だった。海外主導でゲーム化もされたばかりだし、なんかやたら動いてるなグレンダイザー。日本語音声少し遅れるらしいな。
ソニーが金出して日本では PS 独占したからその影響だな。他は英語音声だけになる模様。田中みな実のコメントが俺の胸をえぐる。父が幼い頃に見ていた。年齢からすると当たり前すぎる。久しぶりにスパロボ出たいです、寺田さん。最終話で Z とダイザーの一度きりの共闘とか見たいな。大輔くん、出番くれ。哲也くんグレートじゃ無理だ。戦闘力的にはグレンにありイコールグレートよ。アニメ設定だとグレートの2倍の出力じゃなかったっけ？各種アニメ文献を見ると最終的な戦闘力に関しては Z にありイコールグレートにありイコールダイザーで間違いない。それぞれ腕力で Z、火力でグレート、宇宙まで行ける行動範囲でダイザーにそれぞれ軍配が上がるほどど。マジンガーもグレートも出して最終回でラスボスにやろ。福田が監修するならロボの見せ方は心配いらないな。バンクまみれになりそう。でも格好良いからセーフ。何これマジンガー Z の続編かなんかなん。本来は世界線繋がっとるけどこれはどのマジンガーと繋がっとるのかわからん。下手したら工事がマジンガー乗る可能性ある。これほど線の細いキャラ揃いだと、ダンヒョウエさんのキャラデザが気になってくる。この手のコメディリリーフはアレンジのさじ加減が難しそう。ましてあの絵柄と雰囲気だとさらに難易度上がるやつ。正直当時の時点でこの手のキャラは別に受けてないんだから不要だと思う。このアニメ何度見ても主人公が不幸そうな顔してるな。そりゃ逃げ延びて隠居した先でまた戦うとか嫌だろう。亡国の王子って部分から悲壮感の方を出してるのかね。武器名叫ぶときは見た目に反して力強くやってほしいとこだが。さやかの声優さんインタビュー読んだら、前はデュークの前に現れる魅力的なヒロインたちって書いてあったけど恋バナメインで行くのか？それよか戦闘多めで傲慢大佐とか出してくれ。ヒロインよりもベガ星連合軍幹部の方が重要だと思うんだぜ。コウジさやかマリアの三角関係が見られるのか？可変型マジンガーと歌も加えたらマクロスにもできるな。さやかとマリアでコウジを奪い合う展開？なんならそれぞれロボットに乗って物理的に。中東スポンサーがダイザーのデザインはできるだけ原点に忠実にって注文入れてそう。むしろそこだけ守ってあとは好きなように改変してそう。グレートメカニック G の福田インタビューによれば福田も元のグレンダイザーからあまり変えたくない的なことは言ってたな。荒木さん作艦の回とか今の技術で自分たちが作っても超えられる気がしないとかさ。福田はリアルタイム視聴世代だからあまり変えたくないんだろうけど、実際には割とがっつり変えてくる気がする。そもそも74話もやれないんだし、よくてにクールでしょ。知らんスペーザーがいっぱい出たりするのかな。サプライズでもグレンダイザーとか新機体出てきたりするかな。設定的によそで作ったメカ出し後継機みたいなのってなかなか出せなそうと思ったのは次第なのかな。今回の動画いかがでしたでしょうか。動画の内容が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。